な、相談は行っていないと承知しているところでございます。いや、どっちかがほんまのこと言うてないってことですよ。評価するなどの支援措置も講じているところであります、まあ、やっぱり看護師不足が社会問題化して、全国におよそ3000人いる専門看護師。専門看護師とは14の看護分野で高い能力が認められた看護師です。深い知識や高い技術を持つだけではなく、その看護分野において最善の医療が提供されるように支援するスペシャリストです。日々黄金の歴史あり、ザ・ゴールデン・ヒストリー。今週は、志を持って看護するというテーマでお送りしています。林紀子さんは21歳の時、看護師になりました。新人として配属されたのは、重症患者がいる病棟。体力や免疫が低下した患者を安全に治療するには感染対策が重要です。林さんは看護と同時に感染症を予防する仕事も任されるようになりました。林さんが30代の頃、人工心肺をつけ緊急手術を受けた患者さんがいたそうです。働き盛りだったというその男性、手術後回復して社会復帰のはずが、胸骨の中に感染を起こし、長い間危険な状態に陥りました。徹底的に対策しても感染症が起きる可能性はある。それでも、なぜ感染症が起きてしまったのか、看護師として自分ができたことは何だったのか、林さんの心は揺れます。一つのことに夢中になるとやり抜く性格。感染症を考えれば考えるほど知識を学ぶ必要があると感じました。患者さんを感染症から守る、看護のプロになる。そう決めた林さんは病院を休職し、大学院へ進学。42歳の時、感染症分野の専門看護師になりました。その後、病院に復職すると大きな出来事が起こります。新型コロナウイルスの大流行です。緊急事態宣言が発令されると、林さんが働く病院ではすぐに患者を受け入れました。新型コロナウイルスがどんな病気なのか誰もわからない。みんなが不安と恐怖を抱えていた時、患者から看護師に感染が発覚。濃厚接触者を含めて数百人になる院内感染が発生します。あの時はもう地獄というか、手術、救急を止めて外来も制限してでも収束させないといけない。それはそれは大変でした。病院内に感染対策チームが整備されると、林さんは感染管理を担当。患者、職員の PCR 検査、ウイルスによって汚染されている場所とされていない場所を区分けするゾーニングゾーンの見直し。およそ500人の看護師一人一人に防護服や N95 マスクの正しい着脱方法を徹底的に指導。もう絶対に院内感染は起こさない。マニュアルの周知と改訂を重ね、林さんは院内を走り回る日々でした。それでも感染してしまった医療従事者は後遺症に苦しみ、時には誹謗中傷を受けることもあったそうです。
その経験から感染の最前線に立つ医療従事者の安全を守ることも自分の使命だと気がつきました。昨年3月、林さんは長く働いてきた関西の病院を退職、現在保健大学の教員として働いています。病院から大学へ転職した理由を尋ねると、これからの医療や介護は感染対策を一緒に進めていくのが当たり前、将来病院や介護の現場で働く学生たちは感染症がどういうものかしっかり学んで立ち向かってほしいんです、そう答えてくれました。今年53歳になり、第二の人生が始まったばかりの林さん、これからも教育を通して感染看護に力を尽くします。日本共産党の倉林です。2024年の4月にですね、迫りました医師の働き方改革について質問したいと思います。夜間に十分睡眠が取りうることが必要だ、こういう許可基準なんですね。で、宿直でもですね、通常の業務がある実態っていうのは大きな変化ないんですね、今の現状の働き方で見てますとね。で、ましてコロナ禍でしたので、医療逼迫を繰り返していたのが現場なんですね。宿直許可についてですね、これ医師の働き方改革として使えるというような表記になってるんですよね。私ね、ここで全国の勤務医の労働実態を調査したものとして2枚目に資料を入れときました。2022年度の調査になっておりまして、勤務医労働実態調査2022実行委員会が取りまとめたものから部分を抜粋したものであります。回答はね、7558名ということで、相当な回答数が得られているものです。で、8時間宿日直に宿直許可要件ということで、先ほど言いましたが、寝れるということが大事なんですね。十分な睡眠時間を取れる。ところがこれ見ますとね、寝れてるのは2割程度で、8割は仕事あるわけですね。通常乗務と変わらないというような回答も見受けられました。さらにその下がですね、宿直明けで 65.7% が通常勤務となっていると。こうなりますと30数時間の連続勤務と連続労働ということで状態化してるっちゃうわけですね。こうした実態がありながら、宿日直としてお墨付きのようなものをね、厚労省が与えれば、これ28時間を超える連続勤務と、これ許されることになるんじゃないかと思うんですけれども。鈴木労働基準局長。医療機関に関します労働基準法第41条に基づきます宿日中許可につきましては、労働基準監督署におきまして、特殊の、措置を要しない軽度のまたは、短時間の業務に限る、宿直の場合は夜間に十分な睡眠が取りうるものであるものに限るなど、宿日直許可基準、今の先ほど委員がご指摘されたものでございますけれども、に適合しているものに限って、許可の判断を行っているところでございまして、許可基準に適合しなければ許可することはございません。で、その上で特例水準が適用される医師の勤務間インターバルにつきましては、宿日直許可のない、宿日直に従事させる場合であっても、始業から46時間以内に18時間の連続した休息時間を確保することとしているところでございます。で、このため私どもが許可してない、まあ、許可基準に適合しない勤務につきましては、これが適用されますので、28時間を超えて連続して行うことはできないこととなると考えてございます。そうなんですよ、できないことになるんだけれども、宿日直許可をいっぱい出してるんですね今。で、それが、結局先ほど読み上げてもらった早口であんまりわからんかったと思うんですけれども、宿日直許可を受けた場合はその許可の範囲で労働時間規制が適用除外になりますと言うて説明してるんですよ。で、それだけじゃなくてね、宿日直許可を受ければ賃金は最低3分の1でいいということになるわけですよ。 Q&A ではね、それだけじゃないんですよ。救急や産科でも許可できますという回答してるし、回数制限についてもね、例外を紹介すると、まるでね、基準逃れの
指南書みたいやと私は読んで思いました。で、あの全国の医師ユニオンに対してですね、厚労省から1時間に5人程度の患者を診察しても宿日直許可を申請しても良いという指導が一つじゃないんですよ、複数の医療機関に行われているという相談寄せられています。厚労省はこうした指導を行ってるんでしょうか。私ども厚生労働省本省からそのような指導をしろという指示を出したこともございませんし、労働基準監督署または、令和4年4月から設置しております医療機関の宿日直許可に申請に関する相談窓口においても、そのような、相談は行っていないと承知しているところでございます。いや、どっちかがほんまのこと言うてないってことですよ、そうなったらね。で、実際にそういう相談来てるという声を私紹介したんです。医師の労働時間規制の形骸化になりかねないからですよ。そういうことをね、厚労省が誘導するなんてことはあってはならないということは指摘しておきます。で、厚労省はですね、2035年に1860時間の特例は解消するということをね、目標としているわけです。過労死水準の2倍にも達する長時間労働の解消っていうのは、医師の命を守るっていう課題なんですよ。待ったなしです。で、地域医療を守るという課題あります、確かに。どうやってこの労働時間をね、短くしながら地域医療を守るのかと。で、医師の働き方改革をこれ両立させていくという課題が、大きいんだけれども、これね、その、宿日直の許可バンバン出してね、解消しようとすると、結局、長時間労働が是正されないということになるわけですよ。私はね、抜本的な医師の増員が不可欠だと、働き方改革にとって、医師の要請数を両立に見合って、数に引き上げるべきだ。これは大臣どうぞ。加藤厚労大臣。まず医師の働き方改革については来年4月の施行に向けて着実に準備を進めていく中で、今委員お話のように一方で医師の健康を守り同時に地域医療を確保していくということが必要であります。そのため都道府県や医療機関を対象に施行に向けた準備状況や地域医療への影響に関する実態を把握しながら、例えば都道府県と連携し対象となる医療機関に対して勤務環境の改善や医師確保に関する支援を行っているところであります。医師数の話がございましたが、平成22年から令和2年までの10年間で全国で、約 29.5 万人から約34万人と 4.5 万人増加をし、直近の医師時給推計、これ令和2年度でありますが、医師の働き方改革に関する検討会報告書を踏まえ、労働時間を週60時間、年間960時間に制限した場合、令和11年頃には受給が均衡する推計をされているところであります。しかし他方で地域や時間帯によっては医師が不足する場合もあるわけで、そうした場合の医師確保については、特定の地域や診療科での勤務を条件とする地域枠を医学部定員に設定する、医師が不足する医療機関に医師を派遣できるよう地域医療介護総合確保基金による大学病院等への寄付口座の設置、非常勤講師の確保経費への補填等の取り組みを支援をしているということでございます。こういった措置を取りながらですね、医師を確保しながら働き方改革、そして地域医療提供体制の確保、これを一体的に進めていきたいと考えております。増やしてきたといずれ足りると、そういうて抜本的な増員をしてこなかったから医師が過労死するような長時間労働を現場で強いられてると、正面から向き合ってね、増員に踏み切るべきだということを強く申し上げた。で、次に看護師です。看護師は昨年度末の大量離職の状況に加えまして、新卒看護師の採用が今困難になっております。看護体制の確保が厳しいという実態についてどう掴んでいるか、そしてその要因はどうか、簡潔に。根本一成局長、お答えをしております。そんなのんきなこと言うてる場合じゃないんですよ。日本病院協会が数が出てましたけれども、6割の調査したところね、6割の病院で看護師の採用計画が達成できていないと、そこに離職も相次いでいると、そういう状況なんですよ。逼迫してるんです、そういう意味ではね。日本看護協会の調査によりますと、看護師の離職率は新卒で 2.0%、 既卒で 1.9% 増えてるということになってるんです。新卒離職率っていうのはこれね、2005年度以降で初めて 10% 超えなんですね。今年度の新卒ってのは丸々この中で要請されてきております。学生生活をそういうコロナで制限を受けざるを得なかった世代が来るわけですね。実習制限も多かっただけに、就職する新卒の看護師さんも看護職受け入れる方もね、非常に不安だし、それが今の採用計画達成できないというような状況にもつながってるんですよ。私はね、直ちに今現場掴む必要あるということを強調したい。回らなくなりますから。で、看護師の処遇改善ということで一つ質問します。看護師の離職防止に対
ないし、処遇改善欠かせないわけで、令和3年度に実施された、看護職員処遇改善事業補助金、引き続きこれが、処遇改善評価料ということになりました。賃上げ効果どれだけあったのか、額で。やらい保健局長、ちょっと金額についてはあの把握できておりませんけれども、看護協会調べてましてね、額で言いますと、あの給与で、3000円から4000円ということは増加はあったというデータ出てます。この処遇改善最大の問題は何かというと、救急搬送件数が年間200件以上と、医療機関こういう限定つけてね、そこで働いている看護師ということにしたことなんですね。就業している看護師の 34% に対象限定されています。訪問看護ステーションの、看護師はコロナになってもどこにも入院できないと、家に戻ってくる患者さんたちを支えるためにね、私たちは頑張ったと、病院で働く看護師も在宅で働く看護師も差はないと。本当ですよ。こういう声をね、受け止めるべきだと。直ちに看護職員の処遇改善評価料っていうのは、すべての看護師職員を対象とすべきだ。チーム医療で頑張っているすべての医療従事者にも、こう手取りでね、しっかり 3% 上がるような引き上げに踏み出すべきだと思います。まずはですね、あの、今般行いました処遇改善の、措置が、職員の給与にどのように反映されるかなどにつきまして、令和6年度の診療報酬改定に向けた議論の中で検証していくということにしてございます。合わせまして、令和3年12月の公的価格評価検討委員会の中間整理を踏まえまして、費用の使途の見える化を行いながら、現場で働く方々の処遇改善、業務の効率化、負担軽減に取り組んでまいりたいと考えてございます。いや、物価は上がってるしね、賃金もね、本当に 3% 目標してあげようって言ってね、総理を言わはって始まったことですよ。届いてないんですよ。検証ね、これからしてぼちぼちというような段階ではないので、あの、速やかにね、引き上げに向けたあの作業入っていただきたいと思います。本来提供した医療行為に対して支払われるのが診療報酬、対象病院か否かでね、患者負担に差が生じる医療費負担の差額を合理的に説明できるものではないんですね、今。で、看護師間の賃金格差を作る、チーム医療を支える他の医療従事者との分断を作ると、こういうことはあの本当に見直すべきだと、公定価格だからこそ政府の決断で実行すべきだと、申し上げておきます。次にですね、日本医労連が毎年やっています夜勤実態調査の22年度分がまとまりまして、それを見ますとね、さらに状態は悪化しております。二交代長時間勤夜勤の病棟っていうのが増え続けてるんですね。とうとう、これが交代制勤務を取っている病棟の 45% って、これ過去最多になりました。あのコロナの感染、濃厚接触者が出るというあの年でもありました。出勤停止が相次いで夜勤回数が増えたと。で、夜勤免除者とか配慮者への風当たりが強まったっていうわけですよ。そらそうですよ。そうなったらね、夜勤してくれということで頼まれたらもうできないって言ってね、辞めていく職員も目立つという現場の実態があります。あの ILO のね、議論が先ほどもありましたけれども、批准してない条約なんだけれども、 ILO では看護職員の、労働条件等について条約を採択してるんですね。合わせて勧告も採択しております。その中身で見ますと、1日8時間時間外も含めて12時間以内と、で、勤務間インターバルは12時間、これがILO の示している時間なんですね。せめてですね、日本看護協会の要望でも繰り返されております11時間インターバルの確保、13時間を超える長時間夜勤の回避、これね、義務化しなあかんの違うかと、財政的な保障と合わせて実行を求めたい。片岡労大臣、あのコロナ禍においてですね、本当にあの看護あの現場の皆さん方が、感染のリスク、また等々ある中でですね、本当にあの献身的に対応していただいた、このことはしっかり認識をしておかなきゃならないと思っております。その上で、その医療提供体制を安定的に運営していくために、看護職員の方々が安心して働き続けられる環境整備を図ることが重要ではありますが、ご指摘のように労働時間規制を上乗せで強化することについては、現に運営されている各医療機関の診療体制、ひいては地域医療の提供体制にも影響があるということが想定されるため、慎重な検討が必要ではないかと考えています。ただその上で、厚労省として看護職員の勤務環境の改善を図ることは大変大事で、
であります。地域医療介護総合確保基金により勤務環境改善に取り組む医療機関に対して総合的専門的な支援を行う医療勤務環境改善支援センターの運営に対する支援のほか、診療報酬における介護職員の夜間配置にかかる加算において看護職員の夜間の勤務負担軽減に資する取り組みを行っている場合を評価するなどの支援措置も講じているところであります。引き続き看護職員の方々の勤務環境の整備に向けた取り組みを進めてまいります。それでどんどん悪化してるんですよ。でね、1992年、やっぱり看護師不足が社会問題化して看護師確保法が制定されました。その時に基本的な指針が同時に策定されまして、指針の処遇の改善の項にはどうあるかと、夜勤負担の軽減として複数月8日以内の夜勤体制の構築が明記されたんですよ。あれから30年ですよ。30年かしております。3交代制よりも負担の重い2交代制に移行して、夜勤の長時間夜勤がどんどん広がってるわけですよ。回数も守られておりません。夜勤は複数月8日以内、これ義務化するっていうことから始めないと現場の状況は改善しません。それを可能とする思い切った増員も本当に必要だと申し上げたい。夜勤負担の軽減などですね、勤務環境の改善、これ多分、大事であります。夜勤を実施する看護職員等の人数については、診療報酬において一般病棟、結核病棟および精神病棟の場合は看護職員を2人以上、療養病棟の場合は看護職員1人と準看護補助者1人の計2人以上配置することの措置をしております。また夜勤の回数については、労働時間等見直しガイドラインにおいて夜勤が通常の労働時間と異なる特別な労働であることに鑑みて、事業主に夜勤の回数の制限を検討するよう努めていただくこととしておりますが、一律に看護職員の夜勤回数を制限することについては、先ほども同様でありますが、現在の診療体制あるいは地域の医療体制に影響があるというふうに懸念をしているところであります。しかし夜勤負担の軽減を進めることは重要であります。地域医療介護確保基金によって仮眠室、休憩スペース等の新設拡張に対する支援、また一部看護職員に夜勤負担が偏らないよう、診療報酬において夜間の看護職員の配置や看護職員の夜間の勤務負担軽減にする取り組みを実施している場合の評価、こういった取り組みを行っております。また看護職員の確保でありますが、就業する看護職員数は令和2年で約173万人と、この12年間で33万人増加もしているところであります。今後も夜勤負担の軽減のほか、看護師等養成所や病院内保育所の運営に対する財政支援など、新規の養成、復職支援、定着促進、この3本柱を中心に取り組みをしっかりと進めさせていただきます。医療提供体制の確保は国の責任なんですよ。看護師がバタバタ辞めるような状況っていうのを本当に緊急に何とかしないといけないと、ちょっとで現場行って様子把握していただきたい。終わります。